リアルキャリアモード、香川真司が J リーグ優勝を目指す物語。第1話。この企画は、リアル感がある香川真司が、復帰したセレッソ大阪で、J リーグ優勝を目指す物語である。ルールは簡単。仕掛けるのはなるべくエリア内で、ダッシュを多用しない。スキルムーブは使わない。また最新作は J リーグが非搭載のため、FIFA 22をプレイしていく。それでは早速始めていこう。J リーグ開幕。今回の動画では、開幕戦の川崎フロンターレ戦から、2節、ガンバ大阪戦、3節、清水エスパルス戦までお届け。まずは開幕戦からプレイしていこう。第1節から強豪、川崎フロンターレと対決となり、香川の復帰後初となる公式戦から、欧州帰りの実力が試されることになる。6分。香川がエリア内でパスを受け、高い位置を取った松田にパス。松田が柔らかいクロスを上げるも、谷口との競り合いはさすがに勝てない。13分。大島の浮き球のパスから、マルシーニョに抜け出され、絶体絶命のピンチ。しかし、キム・ジンロンがビッグセーブ。開始早々チームを救ってみせる。17分。バイタルエリアで受けた香川が、清武へスルーパスを通す。最後は奥野がエリア内でシュートを放ち、セレッソも決定機を一つ作る。40分、香川がインターセプト、そして前につなぎ、カウンターの起点に。敵陣でサイドボールに触り、谷口の判断ミスを誘うパス、仕上げはタガートが左足で合わせ、あの川崎相手に、セレッソが先制する。香川は守備、創造性あふれるパスで、先制ゴールの起点になる。しかし、直後の前半アディショナルタイム。今頭、カタールに飛び立った侍が、すぐさま試合を振り出しに戻す。香川はボールを引き出し、ワンタッチで縦に入れるなど、潤滑油として後半も機能。67分、ロフリーになった清武が、香川へのパスを選択。そこは打てよ。71分、香川が右サイドに流れクロス。清武が頭で合わせるも、シュートはバーに嫌われてしまう。後半はスコアが動くことはなく、開幕戦は1対1の引き分けとなる。2節は、ガンバ大阪との、大阪ダービーが勃発。超攻撃的不陣なガンバの、サイドをついていきたい。試合は開始6分、香川が中央でキープし、狙いのサイドに展開。ボールを運んだ清武が、中央にパスし、最後は香川自らフィニッシュ。先制ゴールとはならないが、狙い通りのサイドを使った攻撃で、早速チャンスを作る。17分、またしてもサイドを起点に、香川、タガートとつなぎ、リターンを受けた香川がエリア内でシュート。22分、香川が浮き球のパスを中原に通す。中原が絶妙なボールをゴール前に入れるも、間一発クリアされる。しかし、ルーズボールを拾い、攻撃を作り直すと、中央に走り込んだ香川に決定機が。決まった。復帰後初ゴールは、ホームでのダービーマッチ、サポーターを大喜びさせる。さすがのトラップで、相手を抜きシュートを叩き込む。しかし、先制直後の33分、またしてもコーナーキックから失点。前節同様、すぐに追いつかれる。57分、香川のパスから中原がシュート。これは東口の正面に飛ぶ。61分、タガート、香川、原川とつなぎ、フリーの中原に決定機。ガンバの弱点である、センターバックの脇を突き、華麗なパス回しから追加点を奪う。試合終盤にガンバ大阪の、猛攻をなんとか守りきり、大阪ダービーを2対1で制す。香川は1ゴールを記録し、チームの勝利に貢献。3節は清水エスパルスと対戦。18分、エスパルスに最初の決定機。しかし、神谷のシュートは外れ、セレッソは命拾いする。25分、香川が積極的にボールにタッチ。エスパルス守備陣はほころびを探しながら、清武、奥野、原川らとボールを保持する。最後は原川のスルーパスに、
中原が抜け出すも、権田にセーブされゴールとはならない。32分、香川のランニングで空いたスペースに、奥野が飛び込みシュート。セレッソの連動した動きで、日本代表の権田から得点を奪う。39分、香川がボランチの位置まで降り、エスパルスのプレスをかいくぐると、一気に攻撃のギアを上げ、清武が左サイドを抜け出す。見事なカウンターが決まり、前半のうちに2点差とする。2点目のシーンと同じく、エスパルスが高い位置からプレッシャーをかけてくるので、香川もトップの近くではなく3列目のようなポジションで攻撃の組み立てに参加。フィニッシュはタガートとサイドアタッカーに任せる。81分、香川のラストパスからパトリッキがネットを揺らしも、オフサイド判定となり、ダメ押し弾とはならず。しかし試合は2対0でホイッスル。危なげなく勝利を飾る。観客セレジュ多すぎ。J リーグは3節まで終了し、セレッソ大阪は4位。悪くないスタートを切る。香川はもう少し得点、アシストに絡みたい。それでは今回はここでおしまい。次回、王者マリノスと激突。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。